はい、皆さんこんにちは、シロです。よろしくお願いいたします。ってことで、エクスカリバー早速使っていこうかなと思います。アニバーサリーパーティーでね、感動的な発表がございまして、テンション上がってモンソニュースの動画を撮って、終わった頃にはエクスカリバーがやってくると。この後ガムも来ますからね、めちゃくちゃ楽しみな時間が続くんですけれども、まずはエクスカリバーやっていこうと思います。ステータスこちら。はい、まあもうね、誰がどう見ても結構な壊れ具合をしていると思います。まあそもそもこの超 SS ターン短縮から打てる SS がマジモンの壊れ SS になっておりますので、もうだってこれ一瞬で溜まりますからね。役もクラスよ。超短縮6ターン、あと速殺の L 以上、まあ5ターンとか積んじゃった日にはもう2周目以降にもう SS が打てるって段階でスタートしちゃいますからね。で、オートジャベリンバースト、調教放電、こちらの新友情もとんでもないか。オートジャベリンに威力が上がって、でかつ着弾点で爆発が起きて誘発の効果を発動すると、強いことしか言ってない。だってもう強い友情に誘発効果があるとかちょっとぶっ壊れてますもん。でこれのいいところは、強い友情あってサブに爆発とかではないんですよね。この強い友情に誘発効果がもうある、これがやばい。これがやばいっす。なんで、まあ当然艦隊で超砲撃型にして、今回も使っていこうかなというふうに思います。ということで、まあどっから行こっかな。ちょっと簡単めなところから行ってみるか。ちょっと無理そうだけど簡単めなところから行ってみます。はい、ってことで、受けたダメージに応じて火力が上がるステージでございまして、かつ地雷も出てくるっていうね、全然エクスカリバーじゃないステージに来ました。はい、ただここはもう それが見たかったよ。俺はこの景色が見れるんじゃないかなって思って連れてきてるから、正しい行動です。いや、これ SS 溜まっております。速殺からの超短縮、いやちょっと強すぎる気すんな俺。これ強えわ。いやまあでも10周年できたキャラですからね。 SS もう溜まりかけております。まあ速殺がないとこうなっちゃうね。初手だったらこれでもいけるんですけど、はい、いやこれ強えぞ。ここから6ターン短縮するんだろこいつ。もうダメじゃん。もうだってこれ3体当たった瞬間溜まるじゃん。けど3体ちょっと触れられなそうなんで、これどうなるんだろう。で誘発あるからね。いやこれやばいぞ、想像以上に。これ結構やばい。あのね、ギミック無視してる時にね、ここまでやられちゃうとね、ちょっと怖くなってきますよね。でこれがこれ、あこれ上拾うんかな。ちょっと見てみよっか。オートジャベリン上は、あ拾ってんなこれ。てか強っ。これ強いね。これ強っ。これ強しか言えなくなっちゃうやつだぞ。いやこれ強いわ。すごいね、拾わないの今の。いやーてかバリアの耐久値やっぱやべえな。てかこれ誘発広いな。今ので拾うんか、上のやつ。これ誘発広すぎん？いやもうこんなん悲惨なことになると思うよ。いやこれ X 強いわ。まあね、オートシャベリンのね特徴はやっぱ近い敵に飛んでっちゃうんですよね、多分これもね。なんでそれゆえに今ちょっとビットに飛んじゃうっていうシーンがありましたけれども、こんな感じで位置調整してあげて、もうこれでこうなっちゃったらおしまいよ。ああもうこれやばいわ。だってこれでさ道中さ終わるじゃん。でこれ終わった後さ、でこれ上も拾ってるから何発出るんこれ。やば。これでも誘発効果範囲めっちゃ広いな。うわこれ天魔8マジ楽しみっすね。でこいつこれで終わりじゃねえんすよ。 SS ございます。俺 SS あんだよなこっから。いやこいつこれ大号令だろ。だってこれこっから大号令カビドン飛び出しちゃうわけでしょ。何しとるんこれ。当然いきますけど、幾世の思いをつないだ絆よ、壁稼いで、いやー地上に再び希望の光をもたらせ。バゲモンやなこれ。また役も並みにね、モンストのルールを無視したようなキャラが生まれちまったな。いやでもこれやられちゃったらさ、正直この SS 溜まった瞬間からもう安心感がレベチじゃないですか。
何がダメージ受けたほど火力がアップだよ。本当にさ、このダメージなんて受けてねえし、バリアのせいでなんなら受けれないからね。あーもうこれはやばいっすね。うん、間違いなくやばいってのは分かりました。むちゃくちゃ強いと思いますこれ、友情コンボ、うん、で SS も文句ないでしょ。止めてあげてよ、もうこれ 2P 大変だぞ。今撃ったよなお前、これだ次のターン短縮したらさ、これ当たってんだろお前、何したるんマジ。あ、意地でも試させない配置になったわこれこれこれ、イベントの後の使ってみたわ、こうじゃなきゃ。本当にたまらないんだこの瞬間が。あーもうね、雑魚全部いなくなってますし、これだから誘発もねしてくれて、てか放電も結構仕事してそうっすね。これクエストによっては本当にそう見えると思いますね。はい、もうだってこれさ、壁ドン大号令で本体は、まあ、壁ドンをねメインに使っていきたいところにはなるんですけど、大号令ございます。はい、ありがとうございます。上のやつとかが今回上にはまれちゃったりするわけですよ。はい、なんでこんな感じになっちゃうんだ。自分が壁ドンでダメージを出せなかったとしても、すいませんダメージ出しました、出せなかったとしてもその大号令の方で火力を出すこともできるし、大号令で火力出さないで、自分自身だけを考えて壁ドンでも火力を出せると、なんて凶悪な SS2 つを組み合わせちゃったんだろうね。いやでもこれさ、ヤクモがずっと使われてた理由ってのがさ、結構その SS が要因だったりもするじゃん。あいつに関してはね、ウォールブースとかキラーとかもあるから他もあるんだけど、その血を結構ね、やばいところの血をヤクモから引っ張ってきちゃいましたよね。いやーこれ強ぇ。もうちょ、天魔8行こっか。もうちょ、天魔8行こう。天魔8こう。はい、ということで天魔8ですね、楽しみにしていたところでございますと、手前でエクスカリバーの重心が発表された時にここをやってるのは確認してますね。はい、なのでここは普通に行きます。 SS も食べつついきますと。はい、当然友情コンボで、この辺は大丈夫なんですよね。まあ、ここはね、ここはまあね、もう一度ね経験しておりますので、はい、こっからっすよ。うん、はい、で、結局こういうところはさすがにゾンビを殴んなきゃいけなそうですよね。ゾン優勝だけで全部やれるってことはないんだけど、放電があるからね。これね、これやばいわ。これ天魔8、これマジ X4 なんじゃないの。本来だったらこう短縮したいところですけど、ちょっと短縮位置が悪かったんでできなかったと。だからこれさ、普通に中ボス戦とかで1本使ってもさ、これボス戦たまり直すよね。これやばくない。これさ、誘発やばない。これ誘発、これやばい、これこれダメだよな、ダメだよな、これどうする。これこんなことされちゃったらさ、困るよね。いやこれ超原則ガチで偉いな。いやもうダメだよ X 君、あれだけ言ったのに。でこれ一回踏めら安心感がやばい。これ踏むやん、で加速すんのよね。でかこれ、この前に待ってほしい。これ待って、あー待ってからこのオートジャベリンをバシバシバシっとね当てると。もうこれさ、内部弱点でさ、そもそも反射4でいけてる時点でおかしいんだ。貫通4だったら全然あるんだけど、反射4は意味不明だから。いやこれでいいってこと、うん、これっていいね。もう意味わかんないですね、こんなことされちゃったらね。バリア割ってオートジャベリンの対象をボスにした瞬間におしまい。これやばいぞマジで。でこのスピードできても彼は SS 溜まっております。ありがとうございます。これ壁ドンもやばそうだな。大号令がさ、バリアめっちゃ割るじゃないですか。うわーこれ恐ろしいキャラ出ちまったな。ちょっとベース踏めがそうなんで、これでいきますね。ズドンと、おい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 、友情強すぎんぞこれ、つえやっぱいいな、周年のキャラ使ってみたほど楽しいもんはねえよな、マジおもろいよな、ガチで面白いっすよね。このイベント後のさ、この使ってみたの時間マジ好きだわ。この本当に強いからね、マジ強いっすからね。マジ楽しい。この過去に苦しめられたクエストがね、どんどんぶっ壊れていく様を見るの好きですよ私は。はい、でここからだよな、この雑魚がほとんどいなくなっちまったっていう状況から考えるのは、普段だったらこのね
ユニットとか使ったりして、ね、なるべくバリアを割りつつみたいなことを考えるんだけど、これさあ、これちょっとプロやりてえな、さっきな、プロやっておとなしくやろうか、その後。なんで、これを踏みたいですね。どうすれば踏めるかな、2つこうかな、いいんじゃないこれ。はい、2つ踏めるんじゃない。オッケー、2つ踏んでザク処理も終わった。え、もう天国です、ここから天国。え、こんなんさ、だってさ、これでさ、ポーンした友情入って拾っちゃった日にはもう、これはひどい、これはひどいぞ、エクスカリバーひどすぎる、なにこれ。まあでもさ、あれだよね、ファーストでもさ、このような似たようなことはできてたじゃん、友情コンボで張り付いてみたいなのできてたけど、これまだちょっと違うあれがあるな。だからまあ、これじゃランダムでいっか、これでいっか、まあ、踏んどくも結構大事だと思うから。で、超減速で加速しちゃうんで、これバリア割っちゃった日には割れちゃったね。ああ、もう残弾がなかったっすね。ここがちょっと相性悪いかな。バリアを割るっていう過程のうちにオートジャベリン打ち切っちゃうってことが多々ありそうだから、そこだけ気をつけなきゃかな。で、SS はね、俺今ね、地味に貯めてます。貯めてるんすよね。なんで、こっから SS パラダイスが始まるんで、それが楽しみ。これも多分残弾使い切っちゃってからだよな。だから、あえてこういう風にいった方がいいのか。結構雑めにいった方がいいね。で、これで割ってあげて、で、割ったところに、そう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 、そういうこと、そういうこと、これだよね。で、もう拾うは考えなくていいね。ここまで誘発範囲が拾うと、広いと、もう拾うとか全然考えなくていいわ。いや、これ強えな、本当に強いっすね、マジ強いわ。で、これとかも雑魚処理に使えちゃうから、 SS これでいいんだよな。幾世の思いを繋いだ絆よ、カブトンですから、大号令もありますから。で、内漏らしは友情コンボくんが何とかしてくれなかったわ。うん、あんまなんとかしてくれなかったですね。まあ上とかもちゃんと狙えば、今のでゾンビ処理っていうのも終わってたかな。まあちょっとゾンビ処理だけしよっか、ちゃんとね。ここさえすればおしまいですから。はいはい、終わりのお知らせ。いや、これだって普通にさ、このさ、効果アップとかが入る前にこうなっちゃってるの結構やばいっすよね、やってることね。で、 SS これバリア割れますから、彼ら壁ドンも入りつつ、バリアも割りつつ、オートジャベリンがバチコンバチコンこいつやばマジだから、この光景にならんて普通。これおかしいだろ、どう考えても。この光景になってるのが、うん、そもそもそれをまず反省した方がいいわ。え、これ倒せっかな、さすがに倒せっか。いや、これやばいっすね、マジで。さすがに倒す、さすがに倒しますね。つえー、友情。いやー、これマジ友情って正義だよな、モンストっていうゲームにおいて。マジつえーな、うん、あ、隠れちゃったもんだって、ボスね。で、これ SS で出すってよりは、で、これね、こいつのね、超 SS ターン短縮ってアビリティがあってね、溜まっちゃうのよ、もう一回。ダメでしょダメでしょ、溜まっちゃう、これ。これだと3体触れしたらたまりますよ。うま、すっごいや。そっか、それ触れてる判定か。まあいいや。で、これ友情コンボの威力上がってるんで、いつも以上に友情の威力が入ってしまいますよと。いやいやいや生きてる、生きてます。うわ、しかもゾンビ処理せっかくしたのに。生きてんのかよ、それ。これでいいよね、正直。これでいい、これでいい。あ、なんか横になったけど、対象がいなくなったんで、もあいつに飛んじゃうと。はい、いやー、これ強いな。これさ、さすがにさ、壁ドンだけではやれないよね。やれる？あ、これ下、あー、ここは無理だよな。これちょっとさ、股で打ってみていい？さすがに無理だよな。ちょっと左にずらしますね。これやれちゃったらもう意味不明なんですけど。地上に再び希望の光をもたらせ。かわいそう、かわいそう。おい、いいや、いいっす。え、でも壁ドン入ってそうだったね、普通にね。あ、じゃああれでもいけるんだ。あー、そうなってくるとまたちょっと一段階話が変わりますね。で、こいつのいいとこ、大号令ついてっからさ、大号令のやつにそのね、バリア割りを任せたりすることもできるわけでしょ。
これ止まんねえぞ。いややっぱ大号令カメドンやべえわ。全部で使えるよね。ボス削りにも使える、雑魚処理にも使える、今みたいなバリアとかにも対応できる。だから4人で殴るわけですからね。これ強えわ、エクスカリバー。てかオートジャベリンっていう血を残しながらここまで強い友情にするってのはマジですごいっすね、ほんとね。で、あとね、誘発のこの爆発っていうところが、このエクスカリバーのオートジャベリンバーストでポーンいってバーン爆発してルシルシみたいな時にルシが同時に発動するんじゃないかみたいなのも結構現地で実況者の方々が言ってたんで、まあ、そういう使い方とかも結構できたりする可能性があるような、キャラなんですよね。はい、なのでマジヤバそうっすね、これ。こっからもね、もう俺今天魔8より気持ちいいクエストが思いつかないんで、今回2クエストで終わるんですけども、いやでも十分ヤバさ伝わったんじゃないかなというふうに思いますね。いやーこれ、まあでもファーストとか入れた方がパネルとかのあれは楽だ気がするんで、まああれだよ、 XX ファーストファーストとかでねやった方が楽な気もする。で、あとまあもうね、俺もまだ数回しかエクスカリバー使ってないんで、もっとね、あの熟練度が上がってきたり、オートジャベリンね、のコントロールとかが上手くなってきたりしたら、まあ、X4 が最適とかもなったりすると思うんですけど、いや8をファウストいない状況でここまで楽に勝たせてくれるっていうのはやばいっすね。でもこれも普通に反射界はもうこれエクスカリバーっすね、確実に。もうそれはこいつ超えたらやばいもんだって。なんで、号令打つ時のね、号令の大きさだけ勝ってるやつはいますけど、それ以外でも勝てる要素が見当たらないっすね。ちょっと強すぎるね、これは。さすがに強すぎる。いや今後も貴族生のクエスト、まああとは貴族生じゃないクエストとかでも相当この SS が理由で、採用されることあったりするんじゃないかな。はい、なんでそうっすね、これ偉いね。てか薬物さ、対応してないアビリティに対応してんの偉すぎん？めっちゃ偉いよね。だからこの壁ドン大号令ってのが猛威を振るうところで、薬物が苦手とするクエストってところに行けたりするんですよね。まあまだダメ用の枠が残ってますけど、それだけでも十分なんじゃないかな。これは強いわ。いやでもこれ転送つかなくてよかったっすよ。転送ついたらマジで転送壁のクエストとかだったら止められるんですよ。なんとか頑張れば止めれると思うんですよね、まだ。なんだけどこれ転送壁ついちゃって、転送壁のクエストにも今後こういうのが介入してくるってなると半端じゃないことが起きちゃう。今後マジでエクスカリバーの SS でいいじゃんってなっちゃうから、まあちょうどいいかな。はい、ということで10周年のテンションのまま使ってみた動画、撮ってまいりましたが、やっぱいいよこの、これみんなどう思ってんだろう、エクスカリバーやばってなってるよね多分ね。いやこれマジいいよな。いやこれライブでやればよかったかな、マジ。あの空気感が味わいたいですね、やばいっていうみんなとのね。はい、ということでね、皆さんのね、エクスカリバーのコメント、お待ちしておりますので、ぜひぜひ乗っけていってください。まあ、時間の都合もあったりとか、あの前後のバタバタとかでね、2クエストしか今回プレイしていないんですけれども、まあ、十分ヤバさは伝わったかなと思います。僕が使ったいところでね、ここもヤバいよみたいなのがあったら、ぜひコメントで教えていただければなと思います。ということで、本日も動画のご視聴ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。